こんにちは。どうも。暑いところどうもご苦労様です。疲れますからね、正座じゃなくてあぐらで結構ですからね。また次に稽古ありますからね、膝が疲れますから、ね、それで、去年もここでね演舞させていただいたんですけども、去年はね大変失礼しまして、私合気道をやってますんでね、合気道もね、昭和35年からやってるんですよ。もう60何年やってるんでね。それから、10年ぐらい経ってからですね、オノファイクトリーを始めたものなんです。で、実際はね、まあ細かいこと言うとあれなんですけども、合気道のね合気拳を少しね教わったんですけども、どうもね合気拳だとね発揮しないんですね。その切るっていうことがね違うんですよね、どうも。うん、何かだからそんなこと言うとね、まあ合気拳やってる人に失礼になりますけども、正しい拳をやればもっとね分かるんじゃないかと思って、で東京都内を探しまして、で柳生新陰だとか北伝流だとかね、マニアだとかね、鹿島だとか全部見たんですよ。そうしたら世田谷の台座っていうところにね、小野派一刀流がありまして、で僕が入った頃にですね、16代の宗家の笹森純蔵っていうね先生がいまして、でその先生はね立派な先生でね、青森から出てきて、で剣道をね最初やって、で剣道と同時に牧伝流だとか小野派一刀流だとかね、直言流だとかそういうものをやりましてね、で世田谷の道場に、道場があって、で僕もそこへ見学に行きましてね、で見学行って、いやこれは素晴らしいもんだと思ってね、本当にね牧草で殴り合いするんですね。だから殴り合いするって全部切るんじゃなくてね、切るってマジで止めるんですね。だからやっぱりね皆さん空手なんかもやってる人があるかと思いますけども、やっぱりねこれをねグラッとグラーってやるのが簡単なんですね。あれここの前にグラッと止めるのが難しいんですよね、全部。ですからどこまでもね打つつもりでもってやってるんです、全部。ですからそれで今日は鬼ごてっていうのがあってね、鬼ごてで打ってもらうと、ね、で皆さんのね今日演舞終わりましたら鬼ごての体験ということをねやりますんで、ぜひねその手でね漢字を覚えてください、ね、なかなかねちょっと難しいと思うんですけどね。だから鬼ごてですからどこまでも打つっていうことなんですよ。で打つっていうことと、ね、それから当てるっていうのは違うんですね。だから当てるんじゃなくて打つ、ね、打つっていうことは切るってことなんですね。ですからそれをね実際に体感してもらうと、ね、その前にちょっとね今日は大立ち50本のうち10本と、ね、あと先に大立ち50分というのは流祖である伊藤一等斎がですね、小野次郎右衛門に教えたものが大立ち50分なんですよ。でその先にですねあと10分ありまして、で、その6本目がですね、相場張り相場というのがあるんですけど、それは小野次郎右衛門からね3代後の小野次郎右衛門忠夫っていう人が作ったものですね。で、いっぱいそうやってしてねいっぱい数があるんでね、一人もね覚えるのが大変なんですけども、大変だけですけどもやっぱりやってみるとね味があるんですね。これはで少しね、組み立ち終わってから合気道祖のね上手前そんなところをちょっとやってみたいと思いますんでね、ちょっとよく見ててください。でなるべく早くやっちゃうとすぐ終わっちゃいますんで、ゆっくりやりますからね。なんであんなにゆっくりやるんだなと思わないでね、やっぱり早くやっちゃうとねパンパンってやっちゃうと分かんないんですよ。それじゃよっぽどね剣道の大会なんかでねスローで見るとよく分かるんですよね。だから早くやっちゃうと分かんないんで、少しなるべくゆっくりやりますから、ただ打つとこはしっかり打ちます、ね、そんなとこでよく、ね、見といてください。大立ち一本目、一つ勝ち。
2本目、向かい月。3本目、つばわり。4本目、下段の霞。5本目、脇構えのつけ。でこれからは2つのね、勝ちが入ってます。で、打つとこが2回あるんでね、1つの技なんですけどもそういうことで、はい、2つ勝ち。引頭。下段の打ち落とし。でこれで大出し、50本の後ろ前の10本なんです。で50本終わりまして、さらにその先へ行ってね、で60本目、50本目ですか、ね、50本目を少しやってみましょう。いや、相場。今のはですね、アウハって書きます、ね、アウハ、ね、相手が突こうとした瞬間に入ってるということです。で今度は張り合い場って言いまして、相手が打ってきた時に、弾いて、ね、それで相手の中心を取る、ね、張り合い場。これなんかもうちょっと何やってるか分からないと思うんですけども、相手がちょっと下段にいますね。相手が下段にいたところ、ここの肩が空いてますから、最初肩狙ってるんですよ、ね、で肩狙って今度弾かれますから、ここ今度空いてるんですね、この腰が、ね、それを今度反対にこっちからこう入ってる、ね、それを弾くっていうね、張る、ね、こっちたちの横で払うっていう、それをやってます。